チャンネルです。今回紹介するのはこちら機械戦隊前回じゃ前回合体デラックス全オーブルマジーンセットです。はい、本編でも4人目、5人目の戦士のマジーヌとブルームを加入して、2人の合体のブルマジーンが登場しましたので、それに関連しておもちゃもついに来ましたね。これで前回じゃ5人が勢ぞろいと。 で今回も各モード変形がありつつ巨大ロボに変形合体していきますので公式動画を先に見ましたけど今回もちょいと歯ごたえのある各モード変形ポカータですねそれとヌヌヌマジーヌヌヌヌマジーヌのマジーヌがめっちゃ可愛いんだけどちょっとオタクっぽい喋り方なんですよねでこの前回マジーヌからのドラゴンさらに 巨大ロボの半身に変形して合体と。ブルーも同じように前回ブルーンからのビークル状態変形して合体で。で、早速本編でも左右入れ替え合体してて、前回じゃ色々テンポ良くってすごいいいっすよね。ほんと毎週面白い。では、ブルーマジンセットをレビューしましょう。 なんか今回の全カイジャーは選ばれた戦士が変身してるわけじゃなくて自分を変えたいみたいなキャラクターたちが変身してるイメージ。はい、中身はやっぱ大きいな。おおよそ合体ロボ状態で入ってて本編的にはダブル1号ロボみたいな感じで2大体制で活躍するのかな。はい、いつもの起動音。でも電源音とかはありませんよね。もうパーツ造形からして情報量 いろいろ多めだもんな。はい、ビニールから出すと結構バラバラのパーツに分かれてますので、こっから組み上げていきましょう。マジーヌ側は本体、羽パーツ、尻尾、胸。ブルーンは本体とタイヤパーツ、胸パーツと。じゃあ箱から出した状態から、まずはブルーンのブルーンダンプにしていきますが、ちなみに音声はこちら側からなりますね。やっぱ左から鳴るのがデフォなんだ。 まずは顔のカバーパーツを元に戻す。そしてここが二重ヒンジみたいになってるんだって。ああ、確かにここも動く、こっちも動く。しかもここはここでスライドすると。このスライドを使って、ここ倒して、ここのジョイントに位置を合わせて、ロックと。ああ。で、肩アーマーのカバーを後ろに下げて、 ここに、あ、顔こういう風に隠れるわけね。あとは拳がある方を後ろにして、ここジョイントになってますから、タイヤパーツを左右はめてあげて、ここのヒンジ部分にメッキが隠れるように、ガチッと胸パーツをはめると。 あとは武器兼ヘッドライトがありますので、ここのジョイントにはめてあげれば。はい、まずはブルーンダンプが完成いいじゃん箱ロボ感ちょいとレトロなロボ感あるし、でかいね。じゃあさらにマジン抜きましょう。これも作りは似てますね。こことここが稼働する。なので箱の状態からまず、このパーツを展開して、さらに、 腕がドラゴンの顔になりますから縦にしたらここの斜めのパーツで回転とそしてパーツを前に持ってきつつここが前足になりますからここ回転してあげるとあー確かにちょっと歯ごたえがありつつも一回やったら覚えそうな今度はこっち側上側にスライドリミックがありますので押し込んであげると で、ジョイント位置合わせて、ロックして、下顎をおー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 、あとは顔をちゃんと隠して、胸パーツを取り付けてあげて、倒すと。あとは尻尾パーツね。反対側が肉抜きされてるのがちょっと気になるけど、押し込む感じだ。で、羽パーツは肉抜きを下側にして、 ここがヒンジで動きますので、で、こっち側がスリットになってますから、ここのパーツね、これが羽パーツのジョイントになりますので、スライドして、ロックと。おー、カチッとハマる。同じ要領でパーツ倒す、ロックしてあげれば、はい、これでマジンドラゴンが完成でかいえ、めちゃかっこいい もうこのボリュームでちょっとした1号ロボぐらいのサイズ感あるんじゃないマジーヌこんなすごいんだ。えー。で、こっから人型になるんだもんね。ジュラガオーンのビースト状態と違って全然無理がない。ってことでまず開封状態からの組み上げ手順はこんな感じ。っていうか、ついにペラ紙の説明書すらつかなくって、もう完全に箱裏の QR コードから読み込んで説明書見てねっていうスタンスに変わりましたね。もう完全この流れなんだな。 はい。そしてこれで機械ノーイド枠4人の変形状態が勢ろいしましたが、割と個別変形後のプロポーションは自然かな。でも各キャラクターメカメカしくていいね。ではそれぞれを細かく確認しましょう。まずはマジンドラゴン全体をぐるっと見回すとこうで、ほんと大きい。ドラゴンの顔がここにあって、 稼働しますので、口を開閉するアクションもできますし、人型状態の際はここがつま先になりますから、特に内部に何かリミック的なものはありませんね。こういうところは軟質で危なくないようになってますし、で、羽パーツは羽ばたくことができて、ここからここまで動かすことが OK と。クリックでカチカチって動くような形ですね。で、裏側は肉抜きありますが、表側はしっかりモールド入りつつ、ここも軟質になってて、 尻尾もかなり長め。これがマジーヌの魔法の杖になるわけですね。で、下から見るとここに頭部が隠れてて、パーツの隠し方なんかも完璧じゃないただドラゴンの手のパーツは人型の拳パーツをそのまま流用してるような形と。じゃあここからマジーヌに変形いきましょう。まずは杖の尻尾パーツを外して、羽パーツもスライドして外すと。一旦分離して、ここも 回転。そして後ろにちょっとずらして、ジョイントでロック。そしたら、ドラゴンの顔を足パーツにして、つま先を出す。で、ドラゴンの下顎が前かけになるんすよ。すごくないで、腕パーツを下に持ってきて、まっすぐに。反対側も同じように持ってきて、まっすぐにして、顔を出して、上げて、 回転と。あとは先ほどと同じ箇所に羽パーツをはめて、今度は下側にする。そうすると、マントのような形になりますので、魔法使い感増しますよね。前に出してあげたら、尻尾パーツが魔法の杖になりますので、これを右腕に持たせてあげれば、はい、前回マジーヌが完成今回も、いい感じに歯応えのある変形になっていながらも、絶妙な 簡単さというか、1、2回やれば、迷わずモード変形できる難しさにまとまってますね。ただ、後ろのパーツとか色々出っ張っておりますが、かかと部分とかしっかり自律安定性が高いので、この状態で不安定さが全然ないのがすごい。そして、マジーヌの可愛いい顔なんかも再現されておりますし、一部塗装で色分けを表現と。これ、すごい面白いなぁ。 で、この状態で腕は動かすことができますし、変形の関係で顔もクリックで動きますので、羽もね、ローブに見立てて動かして、ちょっとしたアクションポーズなんかを撮らせることもできますね。こっからここまで足元なので、そのおかげで安定性かなりあるんですよね。一応もう一回変形させてみますか。羽取る、尻尾取る、顔、収納を、 ドラゴンにしてあげてここをガバッと広げる。でドラゴン側は回転うん。そして下顎ごを出して前目にずらしてロックの前にあれだ前足をねこう持ってくる必要がありますね。そうするとここと連結しますので。 ガッチャンコしたら、口閉める。尻尾、はめる。ほら、簡単じゃないで、羽パーツをヒンジまっすぐにして、この部分にはめてあげれば、はい、ドラゴン状態に戻りました。慣れれば、ほんと超簡単。ただ、最初は説明書を見ないと、ちょっと無理かも。 では次はブルーン行きましょう。まずこれがビークル状態のブルーンダンプで、この箱ロぼ感たまんないし、ダンプカー形状とはいえ何か荷物を乗せるとか、そういうギミックにはなってなくって、四輪がしっかり回転しますので、殺走行もスムーズに行けます。では人型の前回ブルーンに変形行きましょう。これは超簡単で、ヘッドライトを上に外す。ここが足になりますから、軸を持ちながら前に足を出す。 で、さらにタイヤ部分を前側に回転、拳が出てきますね。反対側も同じように軸から回転して、ここに顔パーツが埋まってますので、引っ張り出してあげて、バイザーを上に上げる。あとは右側にヘッドライトをピックに見立てて持たせてあげれば、 完成全開ブルーンですはい、こちらはすごい少ないステップ数で、あっという間に人型に変形しましたね。さすがコロボ、この辺もお手軽って感じで、足のハノジ開きギミックとかもありませんから、もうほんとシルエット、このまんま、さらに上半身を近づいてみるとこうで、 これも後ろ側にバックパック的な大きいパーツがありますが、足元こんなんなので、めちゃくちゃ安定感あって、倒れることはまずないね。で、30のタ端マークもありつつ、さっきまで車のバンパーとかがこれでしたから、ひっくり返ってるような形ですね。この状態での可動は変形の関係で、ここが動くのみで、それ以外は特に、顔の左右回転なんかもありませんから、 でもこれはほんとモード変形簡単ですね。顔隠す、腕ひっくり返す、足倒す、でもこれで終わりなんで、数秒で2モード変形ができます。そして今回のセットのブルーンとマジーノ並べるとこうで、直線と曲線で、前のジュラガオンは結構造形共通の部分ありましたもんね。そして前回のジュラガオンと 4体並べるとこうで、これで機械の多い動画一通り揃いましたし、ジュランとガオンを早く仲良くしてほしいな。それと、ジュランとマジーヌはもともと知り合いで、かなり年齢差があるっぽかったですよね。そしてソフビの全開座を置くことで、5人揃って全開座の勢揃い状態が完成しました。ソフビ自体がデラックスガングとスケール合わせてありますので、ちょうど全高いい感じ。では、いよいよ全開王のブルマジーンにしていきましょう。遊びの幅が相変わらず広いね。 音声はブルーン側からなりますから、まずはマジーヌ側を用意していきます。羽を取って、杖も取って、そして足パーツが拳になりますので、ドラゴン形状にしたら、ガバッと大きく開けてあげて、そのままドラゴンの顔を倒すことで腕パーツが完成ね。で、足の腿部分を外側にずらしつつ、根元がここ。 パーツがずれるので外側にずらしてあげてマジーヌの顔も収納腕は中側に倒してあげて前掛けドラゴンの下顎部分は内側に格納とでここに顔がありますしこんな感じでで胸アーマーも隠れておりますのでこれで半分が出来上がりなのが分かりますね。 そしてブルーンはまず腕パーツを両方とも外します。武器も外して、で、バイザーを下ろして、顔を隠したら、ガバッと開けてあげます。はい、そうすると変身体気温、変形体気温か、なりますね。で、ひっくり返してこっちが表側になりますので、 さっきのマジーヌ同様に外側に桃パーツを出してあげてここも内側にロックして変形とそして肩アーマーを上に持ってきてあげると拳が出てきますねでこれでもう合体させちゃおうと思ったら耐久が速くなった。 はい、これで大気音が変わりますので、これね、時間内にやるのが結構大変。拳がある方を後ろに。で、胸をヒンジワンクリックして、前に。いいね。あと後ろ側に、羽パーツをはめる箇所がありますので、あ、大気音が終わった。 これをね、ひっくり返すんですよ。なので、大気音が鳴ってる間に、変形は相当慣れて急がないと無理かな。で、ここもひっくり返して、この部分に上からスライド。あとはブルーのピック武器を、この向きで持たせて、反対側に魔法の手さっきまではこう持ってましたが、今度はこちら側、一番下側を持たせると。ほぼ変形合体が終わりましたので、最後は顔パーツ展開 は,はいサウンドが鳴って完成全開音ブルマジーンですはい今回も変形合体の工程若干歯応えありますが足元の車輪だったりとか羽パーツなどパーツの付け替えが若干発生しますので ジュラガオンよりステップ数は多いかな。でもこの大きい合体ロボやっぱいいですね。特に羽パーツのおかげで横のボリュームすごい。空のスクエア形状のブルーンプラス曲線形状のマジーヌの左右合体面白いなブルーンのダンプのメッキ形状のものとマジーヌ側はドラゴンの頭部と。 そして左右合体後の見た目は顔こんな感じですね。ベースの顔パワーツ自体はジュラガオオーンと変わりませんので、周りのブト形状が違うって感じですね。合体音もう一回聞きましょうか。引っ張って、外すと会場がなりますし、離すと 最気温がなりますね。 こういうい流れでサウンドが鳴るブルーン側のカバーを動かすことでブルーンとマジーヌの2体分のサウンドを鳴らすことができますこの辺はジュランと一緒ですね そして足の形はこの辺でも十分設置性あるんですが、さらにブルーの車輪が追加されることで、前後のコロ走行はできないか。より安定感が増す感じだ。なので自立度バランスとかは案外なかなかいいですね。そして稼働としては、胸パーツのここに干渉しますから、この部分に、ここまで。変形の関係で水平もいけますね。あと、後ろ側も、 武器外してあーでもここはあれか。羽パーツで干渉するのか。反対側だと、一応これも射撃武器的な感じでまっすぐ照射することができますし、これも水平がいけるようね。肩まくわっと浮いて水平もいけると。それに連動して羽パーツも動きますね。まあでもそこまでガシガシ動かすっていうか、まあ、ワンクリックぐらい。 前に出すぐらいのいつものスーパー戦隊合体ロボと同じぐらいの可動域で遊ぶ感じですね。でも武装と羽のボリュームもあって本当大きく感じる。 そして最初の合体のジュラガオーンと比べるとこうで、大まかなボリュームは同じなんだけど、シルエットが全然違いますね。やっぱり、ブルマジンでかい。こう見えて安定感が悪くなかった足パーツの部分に今回はブルーの車輪が大きく入ってるし、結構ドラゴン造形そのまま残ってますしね。あとは羽パーツもひっついてますので、これもシルエットの違いを象徴するようなパーツだと思います。 さらにここから左右入れ替え合体もできるんですが、またそれは次の動画で詳しくやりましょう。じゃあ最後に今一度、マジーヌとブルーンに戻そうかな。合体からの分離武器外して、タイヤ外す、左右もガパッと外してあげます。そして胸パーツを畳む、顔も隠す。ここちょっとコツがいるんだけど、ずらして、グリル部分にしてあげると。 あ、跳ね外れた。あ、ちなみにここにスピーカーとリセットボタンがありますね。そしてカバーを下に下げて、外したタイヤを拳が前に来るように両腕、はめてあげて、顔を出せばブルーンが完成でしょあとピックも持たせると。簡単ですよね。で、マジーヌ側は跳ね外す。 胸パーツもたたんで、顔も隠して、ここが足パーツになりますので、展開して、つま先もまっすぐに。で、後ろからガバッと前に持ってきつつ、前掛けパーツ展開して、ここもちょっとコツがいりますが、で、腕を前に持ってきて、前掛け倒す、顔出す、 羽パーツを根元ひっくり返して、ローブ的な形状に変えてあげて、右手に魔法の杖を持たせれば、はい、マジーヌに戻りました。やっぱこのいい感じの難しさが、少し昔の戦隊ロボっぽくってすごくいい。 以上機械戦隊全開ジャー全開合体デラックス全開王ブルマジンセットの紹介でした。